コメントでね、雪の下に保存できる野菜はないですか、教えてくださいっていうさ、コメントあったんで今回その話をするんだけれども、まあ一番青森でポピュラーだな、昔からやってるなっていうのは大根。大根を収穫して、まあ、頭でも切り落として葉っぱ落として、で土の中に埋めて雪の下にして、冬の間それを掘り出して食べる、生で食べるっていうやつで、大根もさ、これが昔からね、みんながやってた、俺のじいさんもやってたんだけど、最近だとね、植わったまんま、要するに抜かないでそのまんまにしておいて、でもそれだと寒さに当たって、霜に当たって、雪降る前の霜に当たって、傷んじゃうから、土を寄せて根っこをね隠してしまうのさ、こう、パーツクリーナーだけども、これ、ね、あるじゃん、大根が、お土をかぶせてしまって、で霜から守って雪の下にして、それを雪の中掘って取るっていうやり方、こういうやり方でもできるんだなって俺感心してさ、へえと思ったのさ。やってないけど自分ではね。んで、あとはね、ブランド化してるの、鰺ヶ沢町だったかな、リンゴじゃない、なんだっけ、人参雪下人参って言って、人参を植えたまんま雪の下にして、冬、まあ、12月とか1月とかかな、まあこの2月も行くのかな、掘り出して、まあ、重機使ってたけどね、掘り出して雪とか、重機で雪をどかして手で掘ってそれを出荷するって、冬の雪の下になって寒さに当たって甘くなった人参ですよっていうふうに出荷してるんだけども、人参もそういうやり方ができます。で、北海道の方でテレビで見たんだけれども、札幌大玉ってなんかでっかいさ、キャベツ、あれを雪の下にしてそれを掘り出して、食べてるっていうか出荷してるみたいな話を聞いたんで、結球野菜もいけるんだろうなって。結球野菜の場合、表面がねの葉っぱが傷んでても剥いてしまえば中は食べれるんで、ね、関東とか雪降らない方でも白菜とか頭を縛って、で冬にとって出荷したり食べたりっていうのはやってると思うんで、そのに雪が乗ってるだけだから、冬でも白菜とかキャベツも雪の下にして食べることができると。でさっきちょっと言い間違えたリンゴ、最近だとね、青森でさ、収穫したリンゴを雪室リンゴって言って、なんだ、箱に入れて板で囲って雪を かぶせておいて、で出して出荷するっていうこと、雪の中で氷温、まあ、0度、ほぼ0度の状態で安定した温度に置いて、まあ、なんか追熟なのか熟成させて出すっていうこともやってるんで、まあ、この雪室もね、またいろいろ雪室っていうのでやると結構いろんなものを貯蔵できるんだけどもさ、ね、じゃがいもとかもやってる人もいるし、米とか牛肉とか、ね、雪室を作ってしまえば、基本、まあ、温度は0度で安定するんで、何でも保存できちゃうっていうね、ただ植えたまんまとか畑に置いたまんまでやるんであれば、大根、人参、白菜、キャベツとかそのあたりかな、っていう感じで、ただやっぱね、青森の場合で言うと、やはり雪すげえ降るわけさ、でそれを掘るの大変だから、俺最近は、まあ、これちっちゃい大根しか残ってないんだけど、こういう風に出荷用の袋に入れて、まあ、自分で食べるようね、ちっちゃいやつだけど、これを冷蔵庫に入れてるのさ。ここにあるけど、これゴミっていうか、いや、ないって言ったからもらってきたやつで、俺使ってるんだけどもね、ただ投げるんだったらもったいないから、俺使わせてくれと。で、こういう余裕がある人は、この状態に袋、ホームセンターで売ってるんで、なんだっけ、名前、あ、ボードンとか言うんだよ。これ、大根用ボードもちょっと高いけどね、去年777円税込みだったのが1050何ぼとか値上がりしたけどもね、昨今の値上がりのあれで仕方ないけど、値上がりは仕方ないけど、こういうのに入れて冷蔵庫に入れとけば結構持ちます。一冬ぐらい楽勝に持ちます、本当に。あと他にもまあこういうね、個別のボードンって10号とかさ、あるんだけども、こういうのとかに入れておくと、で冷蔵庫に入れておくと、冷蔵庫の中も一定の温度で安定してるんで持ちます。でこっちの方がやっぱ楽だなっていうことで、ただし冷蔵庫に余裕がある人ね、一家に一台がだいたい冷蔵庫って、まあ相場じゃん。それがね、俺みたいになんかこうもらってこれるとか、まあ仕事にしてて、ここにはストッカーもあるんだけどね、冷凍ストッカーとかもあるんだけども、まあこういうのあるんであれば、こっちの方が俺は楽かなって。だけどもやはり
冷蔵庫でそんなにないわけだから、一家に一台がまあ大体相場だと思って、まあ二台あったとしてもね、あの、大きいのと、このちっちゃいのとってね、だとしても、だとすれば、やはり雪が降るんだったら雪の下にするっていうことも、一つの手ではある。で、できるんであれば、もしちょっと手間がかかってもいいっていうんであれば、例えば単管を組んで、単管ってまあ太い鉄パイプみたいなやつね、太い鉄パイプだと思っていければいいんだけども、組んで、まあここに、ちょっとこう、ね、まあ時代だけどこういうので組んで、で、板をつけて、で、それを、雪の下にしてしまって、雪をそこに集めて、で、そこの中を、まあ、冬限定の倉庫、雪室にして、いろんなものを入れておく、収穫してそこに置いておくっていうことも一つの手かなって思いますね。だから雪降るとこ限定の話だから、まあ、北海道とか、青森、太平洋はあまり降らないから、秋田とか山形とか、新潟とか、まあ、あと雪の降る地域、山の方とかね、の限定の話になるからね、あれだけれども、まあ、そういうやり方ができます。うん。でも、農家やってるとそんな暇なくて、農業やって、まあ、農業だけじゃないからいろんなことしてるから、 YouTube もやってるし、ね、いろんなことやってるから、ね、大変だし、冬雪降るのが掘るのがね、すごく俺きついからやめちゃった、うん、俺はね、できるっていうのは知ってるんだけどもさ、うん、で、それを取り入れるか取り入れないか、それはまあみんな次第で、本当に手間かけるんであれば、雪室を作ってやってみればいいと思います。それこそ、本当にね、何でもちょうどできるから、本当にさ、それで熟成して、美味しく食べてる人たちもいるし、長野だったかな、で、地面を掘って、中に小屋を作って、また、地面掘って、大きい建物を作って、その中にまた小屋を作って、その中に食べ物を入れて、周り雪で埋めてしまうみたいなのあったと思うんだよね。だからそういう風なレベルもあるし、自宅であれば、さっき言ったみたいに単管とかコンパネとかで覆って雪を、ね、雪かきして集めて、貯蔵するっていうやり方もできるし、まあ、いろいろあるんで、植えたまま置いとくってこともできるんで、まあ、ただバラバラバラ喋って、まあ見せることはできない、俺やってないから。だけども、そういうやり方もありますよっていうことで、まあ参考になれば幸いかなと思っています。うん。まあ美味しくね、長く貯蔵できる方法っていうのは、まあいろいろあるんで、こういうふうに雪国であればね、うん、南田はやっぱり、乾燥させたりとかしなきゃダメだと思うから、ね、漬物にしたりとか、こう、塩分高くして腐らないようにとか、いろんな手段はあるけれども、まあ、一番簡単なのは、大根、人参、白菜、キャベツ、これらを雪の下にして、冬に掘って、一生懸命掘って、汗だくになって掘って、マイナスの世界でも汗だくなるぐらい頑張って掘って、まあ収穫するっていうやり方。けど俺はやりたくないなっていう感じです。まあそんな感じで今日動画終わりにしたいと思うんで、まあ興味あれば雪国の人をやってみてもらえればいいなとは思います。